はい、じゃあ画廊伝説スペシャル初心者講習ついに最終回、そして最後のキャラクターとなってしまいました。有名な、ついに来てしまいました。今日はゲストビッコムの社長キムカフパンさんです。みたいなキム待ってました。嘘です、ギャラリーが盛り上がってますけどね。じゃあお願いします。しょうがねえ、懐かうかこのゲーム実はね、一人えげつないキャラがいるんですよ。えげつないのがいる。誰だろうなパンかなパンかなダックかな。しょうがねえな、ダックかなアクセルかなまあキムはですね、はい、まあ一言で言うと言えないぐらいいろいろあるんですけど、はい、もう威力も高い、技の隙もない、無敵技を持ってる、はい、ピオリからピオリもできる、あとなんかあの機動力が高いんですね、はい、もうダッシュでって言ってるのにこれで一気に近づいてくるんですよ、このキャラ。そうそうそう、これはいわゆる必殺技、これがもう超強いですね。でもう他にも判定が強いので、もうラッシュかけつつ技を置いとくっていう戦い方、牽制技もできるし、はい、本当に何でもあります、はい、どれで殺してほしいってくらい強いです。揃ってる、揃ってますないのまま強いて言うなら飛び道具ぐらい、飛び道具ぐらい全然いらないです、はい、別にいらない、そんなもんはいらない。その代わりこれが飛んでいきます。俺が飛び道具だった俺を落としてみろと。これどうしてこの性能にしちゃったんですかね。ガロー2のままでよかったのにっていう。もうひどい、大変ですよこれは。もう語るとキリがないので、まあ強い技はポンポンと説明していきますね。なるほど、はい。あ、ちなみに、まあそうだな、特徴としてはですね、ガロースペって結構そのまあ今日前なんかでも言いましたけど、飛んできたのを落とすってことが多いんですけど、はい、キムはあの珍しく攻めて相手を攻め切ることがすごい強いキャラです。なるほど、一人だけキングオブファイターズみたいな。そうですね、ガロスペのゲームではゲームが違うキャラが混ざっている、まあ、そのくせ牽制技振って待ってても強いので、まあ、サマソ持ってるんでこいつ。 そもそも待ってても強い。そうなんです、サマソと思ってる。飛び道具ないけど長い牽制技持ってるんで、あと削り技持ってるんで、もう飛んでくるしかないです相手は。でも落ちるんですってぐらい強いです。バルログとガイルがついに夢のドッキングみたいなそうですね、そしてバルログがもうサマソ持ってるから一人でできるみたいななるほどそうですね、まあそんな感じです。まあもう大変ですよ、はい。じゃあよく使っていく技、ちょいちょい紹介していきますね、はい。まずはですね、さっきも言ってたこの機動力が一人だけ違うこの飛翔脚、飛翔脚これをですね基本的に強で出します。強弱だとちょっと遅いですこれ。あ、本当だ、そうなんだ。じゃあ一般的に使うときは強、これが弱、ちょっと遅いで、角度もちょっと違うんですけど、基本的にバックジャンプから D で出してください。はい、バックジャンプから D で、あの最低高度が必要なのであんまり低いと出せないです。そうなんだ、最低高度が必要、まあ、この辺は体で覚えてもらうしかないかな。そうですね、危なかったですね、最低高度がないとバックステップから出たりしますからね。そうですね、もうパッドバウンド問題超低空で危なかったですね、そこは良かった。まあこれですね、この感覚をまず身につけてほしい。はい、そうですね。で、じゃあ次それがしゃがみガードしてて、しゃがみガードで飛翔脚の真骨頂はですね、真骨頂というか基本的な使い方は当てる技では基本的にないです。この技当てる技ではない、目の前に落ちる技です。移動技だと思ってください。これです、こうやっちゃうとダメなんですね。これダメ、後半に引っかかったりします。なので目の前に落ちてそのまま削る、なるほど、これが本命です、はいはい、これが真の狙いであると。でまたこうバックステップとかで避けて、これがもう基本のキムの攻めです。この削り性能、これ僕ぐらいの、あのやった回数でもうんざりするぐらい見ますからね、この、まあ、そうね、このあまりに速くてどこに的を絞っていいかわからないですね。なるほど、飛翔脚を落とそうとした技がもうこのしゃがみ C で潰されるというのもよくある話です。あ、本当だ、今みたいなこともよくあります、はいはいはい、なので必ずこの目の前、あ、まあ、正確にはこの下 C が届く前に落ちて、はいはいはい、それで固める、こういったものが基本です。当てるのではない、手前に降りろと。そうです、なるほど、移動技だと思ってください。移動技だと思えた、もう飛翔脚攻撃判定がなくても超強いです。むしろない方がいいです。ない方がいい、ガードされるとね、かくはんがあるんで。そうなんです、かくはんが食らっちゃうということなんでね、まあ、ガードされた後もね、この蹴りが出せるので意外と歯に食らない時もあるんですけど、あれおかしいですよね。あれおかしいですね、なぜか出せるんですね。なんで蹴りが出せるようにしたの。あいうち、これ良くないです、非常に良くないです。ツバメ返しガードした後蹴り出せたら切れますよ ね、 ね、そうです、同じことですよねしかもすごい判定の強いキックが出ますからね、非常に強いです。特殊な技なんですね。あ、普通のジャンプ大キックと同じモーションなんですけど、判定が同じなんで超強いです。なるほど、ジャンプ大キックと何も変わらない技が出せる。そうです、なのでまあ本当とにかく飛翔脚、
焼却を出す高さ、距離、この辺の感覚です。そうですね、手前に落ちて削りが目的であると。これです、この2回削るのが目的です。なるほど、同じカラーが来た。本当だ、ダキラさんツイッターで言ってましたもんね、20年経って怒んないからこの技のガード後に蹴り出せるようにした人出てこい。そうそうそう、怒んないから誰だっていう。それだけでこっちの選択肢が鬼のように減ってしまう。そうです、もうあれ流れが長いですよ、本当ひどいですね。え、流れを消せないみたいなね。もう焼却だけで3時間くらい話せるんですけど、もうやめときますこの辺そうですね、大変です、一晩語っちゃう。初心者講習ですからね。そうです、まあ基本は今のだけやってれば強いです。はい、はい、あ、なんか乱入して、まあ逆に言えば相手にする場合はそれを常に狙われてるっていう意識で戦おうみたいな。そうですね、なのでまあその焼却を直接落とすか、その後の連携に的を絞るかって感じになりますね、はい、なるほどね、わかりました。でまあよく使うのが、さっきもまあやったんですけど、しゃがみ C キャンセル、この半月さん1セットで考えてください。しゃがみ C キャンセル半月さん、これは1セット、これ先端でとりあえず1セット、まあ1つが連続技です。なるほど、でこれがしゃがみ C なんですけど、似たようなモーションでしゃがみ D、これはい1回転、1回転、これがこっちがもう段違いで判定が実は強いんですね、はいはい、ピンチも長いんですけど、なのでこれも同じぐらいの距離に使ってこうチャンスで連続技で削るという感じで使い分けて、使い分けてまあ気分でいいです、こんなの気分で適当にばらまいて削ると強いです気分次第で D、ね、シャガ C、シャガ D が使い分けていくと。そうですね、で結局半月山につなぐと。そうです、でしゃがみ D がヒットするとダウンしちゃってあの反撃さん連続ヒットしないんですけども、はい、あのその後別に反撃受けないので、はい、空振っても反撃受けないのでバックステップで仕切り直して、はい、もうそれはそれでみたいな入れ込んじゃってください。なるほど、やっぱ強いんだね。しゃがみ D は本当判定が強いので、あのしゃがみ C 普段振って潰されてるような人が結構多いんですけど、はい、そこをしゃがみ D にするだけで劇的に変わります。なるほど、それぐらい強いですね。潰される、俺のシャガ C がなぜ潰されると思ったらシャガ D 出してやれば。そうです、このシャガミ D が一方的に潰される状況っていうのはまずないと思う。まずない、出しとく技すごい強い、出てればほぼ勝てますぐらい強い。なるほど、さて他にはもういろいろありますけどね。いいですかね、その通常技、結局全部どこでハニエさん削っていくかなんですけども、はい、ガードしててこのライン飛ばし、これもね非常に強いんですよ。これこれ、まあ、今のは厳密に言うと連続技じゃない時が多いんですけど、はい、これも非常に強いです。なんでこれがそもそも強い、あ、出が早いね。出も早いし結構判定も持続するので、あ、長いね、終わったかなと思って出たと当たったりもします。あ、なるほど、でヒットするとベースラインに行っちゃって大変なことになるので、うん、あみたいな感じですね。地上戦では CD も使っていこうみたいな、ね、そうですね、まあ、これちなみに当たるとちょっとそれが次に当たって当たると別ラインのキャラに裏表分かんない2択で置き攻めできるんですよ。なるほど、なので当たっちゃダメじゃん。じゃあ当たったらやばいっす、あのガードしたら削り、当たったら死まで見える、あのあれです、俺が世界大会で死んだルートです。あ、そうですね、はい、くらった。ああ、もうこれ完全2択になります。なるほど、もう死んでましたね今ので、そんな感じになりますね。あの牽制技食らうと死ぬっていう、あ、牽制技から10割があれ、あのキムの暴力を結構体現する技ですね。あ、非常にやばいです、突然の死が待ってますあれ食らうと、はいはいはい、もう CD だけは対する場合は絶対に食らうなと。まずいですね、とかかな。あとは、よくあるのがキャンセルはできないんですよ、この遠距離 C、 遠距離 C、 これが非常に出が早いようにこの2段技、2段技強力ですが、ピヨりましたけど、しかもピヨったこの今まあ連打してるんですけど、結構突進技なんかもこの出の速さで返せるんですね、判定も強いし、お、まあ、返してほしいのね、返してやるよあ、本当だ、これ当然あれですよね、あの気絶死は両方設定されてるんですよね。あ、そうです、台が2発入ってるのと一緒ってことですよね、当たったらクラック出してみて、それかし君クラックシュート出して、クラックおい、これはもう簡単に返します、これはやばいぞあの残影なんかも見てから余裕ですね、残影見てから、はい、立ちし余裕でした。非常にあの発生、あ、ちなみにあれ目押しで弱盤からつなぐくらい発生早くて、はいはい、威力も高い、判定も強いと至れる薬の
もういやキャンセルできないから辛いよぐらいなもんで、ああうるせえみたいな。キャンセルできないことが唯一の救い。唯一ですね。キャンセルできたらもうどうなってたんですかね。大変なことになります。あれちなみに対空でも強いですからね。飛んできてみて、対空で。対空ちょっと待って、あー返せちゃう。よく見ますもんね。よく見る、よく見る、はい、対空性能も高いということで。ジャックキックで飛んできて、ジャックキックだとちょっと落ちないですね。あーでも角度によっては落とせる。前落とせれば、まあ、あの辺だとこの大キックが強いんですけど。あー本当だ、やばいこれ。しかもなあれ空中の手取りになってます。あー大キック飛んでるんで。あーえ、あじゃあ今みたいに相打ちになっても一発で済むってこと？あ、まあ相打ちになったらそもそも飛びないですけど、大体ああそうですね、そうなります。負けたとしても空中のけぞりだから、あれが相打ちになることは俺見たことないので。そうか、足元浮いてるから飛んでんだ。なんという、遠距離大キック、これ結構、まあ、こうなりますね。はいはい、対空失敗したらそのまま死ぬとかだったらまだしもね。まあまずないです。距離を取れるということでね、みたいな。はいはいはい、ちょっと対空もちょっとやりつつでしたけど、まあ基本使っていくのはこの辺ですね。はい、まあ方脚は後で説明します。はい。こんなもんかな。よく使う技は今大体言ったやつですね。はい、対空じゃちょっと紹介すると、まあ今言った遠距離 C、 遠距離 D、はい、これが基本で、もちろん溜まってれば飛炎山です。サマーサマーソート、まあ、あの完全無敵なので、はい、もう好きにしてって感じ。突っ込んでも強い。待っても強い。もう無敵です。無敵、まあ、もう減るな。減るね。あんまり速いと無敵切れちゃうんですけどね。難しいな。相手のライン移動なんかもこれで枯れるよね。枯れます。あー、こんな感じ。全然余裕です。よさくさんでよく見ますね。よさくさんよくやりますよね。でよく見ますねこれ、はい、しゃがんでるキムにホーミングでライン移動したら 100% 落とされると思ってくださいね。ホーミングやっちゃうと、はい待ってましたとばかりにザクッと切られる。非常に良くない。はい、大でも弱でもどっちでもいい。弱でも大でもどっちでもいい。だから弱が非常に試しが短くて出せるので基本弱です。弱、基本は弱。ダイは一応ちょっと間があるですね。ただこのゲーム、さっきマイトにも説明しましたけども、はい、着地の硬直はあるので、はい、結構信頼しいです。そこはなるほど。よっぽどですね、よっぽど遅くないと。今のでもダメか。僕世界大会の時に与作さんと当たって、最後これで落とされる時頭の中リプレイにしてましたよ。なるほど。アキラさんのセリフがあ、しゃがんでる気分に行ってはいけない。なるほど。あの時惜しかったですからね。まあ、もう溜まってたってことだろうな。あーしまったーと思いました。はいはい、わかりました。生きてる時まだ生きてると叫びそうになりました。とかかな。はい、はい、じゃあこっからは連続技じゃあいっときますか。連続技、はい、あこれは次やります。もう連続技もですね、もう何でもありますよ。何でもある。あのピオリからピオリ、即死コンボ、ジャクパンから立ち上ジャクパンの目押し、調室につなぐ、はい、全て持っております。全て持っている。全てを持っています。立ち回り以上に。そうだな。じゃあただ伝ってて、それがし君もうて、ただ伝ってて、ただ伝ってて、ただ伝ってて、伝っててくれ。ボッタチでただ立っててくれ。もう途中でピヨってる。ピヨってる。ピヨったから繋がんなかったみたいな。なんでですか。ちゃんとできなかった。どっからでも殺せるよと。もうやめてあげて。基本的にはですね、立ち A をちょいっとつないだ後に、はい、下弱パンにつないで、はい、これが基本です、はい、下弱パンに必ず最後つないで半月さん。そうです。で下弱パンにつなぐっていうのは立ち絵を刻みすぎてこれになっちゃうと、はい、あと下 C とかにつながらなくなっちゃうんですね。なるほどなるほど。なのでそれを防止するためにうまいこと調整するのもあります。なるほど。他に今のはピオらなかったんですけど、あちょっとダメだ。これでピオります。あこれでピオる。ちょっとちょっとちょっと
C のピオリ値が高いのを利用したコンボですね。なるほど。半月山すらいらねえじゃんっていう。いらない。やばいですねこれ。キャンセルかかんなくてよかったですね。キャンセルかかんなくてよかったです。開発中かかったんじゃないかなむしろ。それがよし君じゃあ次ちょっと明るくして。強すぎるからやめようみたいになったんじゃない。じゃあそろそろ皆さん大好き訪客が。もうなくても強いんですけどね。まあね、シャガシーを、ルート分岐に使って最後半月山にキャンセルかけると。あ、減らして。さあ超必殺技訪客。じゃあ端っこでやるか普通に。あー出ない。あれなんか出ねえな。ちょっと待って。なんか下方もさっきから入んねえんだよな。ハゲスダも出てないもんさっきから。なんでか出ない。なんでまあでも出れば何でも繋がりそうな、うん、教えなくていいんじゃないかっていうね別に出なかったってだけですよね。もう本当にこれ出なかったっていうだけですよね。珍しいピオタ的にさっきのあの、うん、ちょっとじゃあガードしてて、はい、あのしゃがみ C これからキャンセルするハニエスさんのところを王客に変えた感じですね。ああなるほど。最後はしゃがみ C フルヒットでやるか。じゃあ立てていけるかな。あ、出ねえ。あそこで出てるってことね。これ、おお。おかしいぞ。またあの、取るまでの一瞬の間が腹立つ。また腹立つですね、あれね。あれ、当たんないのかなって一瞬思わせて、結局吸い込まれるじゃん、みたいな。ざけんな、なんだそれ。基本的にあの、親しいから行くルートが安定ですね、はい。親しいから行くルートが安定であると。あと、砲脚って出がすごい早いので、はい、あの強攻撃からじゃなくて弱攻撃からでもつながるんですよ。はいはいはい。で、あのその場合ってあの連続ガードにもなってるんで、もしガードされても、はいはいはい。あ、これが連続技になってますね一応。なので、あ、ピヨッタだった。こういうこともできます。まあ普通に台を通さずもうできますね。ジャグでもいいじゃんみたいな。もうなんてことだ、なんてことだ。こっち側なんか、なんでこんなキャラを作ってしまったのか。なんでこんなキャラを作って、まあしょうがないですね。取引先の社長ですからね。まあそうか、しょうがないですね。強くしないと買ってもらえません。できるかな。まああとはですね、そうだな。普通にコンボ入れると、あ、今度こそやるかぜ。アキラさんのテンションが下がっているのか。いや、ちょっといろいろ考えてる。どうしようかなと思って。はい。あ、ピヨったよ。おお、もう死んだじゃん。死にます。まあこういうこともできます。なるほど。普通に砲脚火力がほんと高い、なんでかこれ高い火力の方に分類されてる技なんですよ。はい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 。で削りダメージも当然高いし、もう出せる時だったらとりあえず出せばどうとでもなります。あれガードした、こっちが例えばキム相手に砲脚をガードした時って返せる技あるんですか。ないです。ない。ないのか。残念でした。あまりこの技を舐めないでください。すいませんでした。じゃあ、攪拌もない。ないですね。どんどん出していこう。そんなものがあったらもう大変ですよ。でも、だからあれですよ。過信するから相手が。あの、バックステップで避ければ。あ、バックステップ。あ、そうか。それで、それで取れるんですよ、確か。バックステップで避けますか。大変なことになりますよ。え、ダメなんですか。よっぽどじゃないと無理ですね。よっぽどじゃない。結構追ってくんで。バックステップで避け、マイナだけ、マイができるってだけ。ああ、そうか、無敵があるから。あ、マイナ無敵があるから、か、結構突進力があるので、よっぽどですね。よっぽど遠い前でバナせばまあってぐらいです。なるほど。こんな前の前だったらもちろん避けられるんですけど、はい、よっぽど遠くだったらいける。なんだ、じゃあダメなのか。だからこの距離で出すのは良くないですね。なるほど。イデアぐらいです、この距離出すのは。イデアくん。そうですか。チクッチクッと何度言っても出すから。まあ本当なんでもいいですね、本当。あ、そうだ、あとね、面白いのがちょっとガードしてて、あの遠距離さっき弱パンになっちゃうと繋がらないって言ったじゃないですか、はい、攻撃が。このあとこれ繋がらないんですよ、はい、砲脚繋がるんですよ、ちょっとじゃあ立ってて、ああなっちゃった、難しいな、ケリーは。あ、やべえっつったら、じゃあ砲脚にしようみたいな。こういうことができる。なるほど。死んじゃうな。やべえ、
下しつながんないじゃん。じゃあこのまま出しちゃえ。とりあえず出しちゃえ。ひどいねこれ。ガードされても関係ないし。この遠距離 A が結構踏み込んでリーチも長いんですよ。はいはい、で、砲脚のコマンドって竜巻後ろ下前なんですけど、はいはい、竜巻部分入れてから A ってやって立ち絵を出してそのまま残り入力するとちょうど出せるんですね。なるほど。なのでそこをうまく使うと難しいな。おーい、まあ、威力自体はそんな高くないんですけど、はい、もう何でもつながりますね。もうスリーしてって感じ。体力やっとここまで減らしたのにこっから火力が上がる。そうですね、こっから本番って感じで。こっから本番ということで、まとめるとですね、もう何でもいいからとりあえずキャンセルして砲脚を出しましょう。はいはい、で赤くないときは半決断を出しましょう。そうです、あの何でもいいです。こいつもう弱でも強でも。でですね、あの結構これあのいろんな人に言ってるんですけども、キムで弱攻撃をキャンセルするときと、あのしゃがみ攻撃をキャンセルするとき、しゃがみ強パンキャンセルするときって結構タイミングが違うんですよ。はいはい、でよくあの他のゲームやってる方、特にあのコンボをよく入れるようなゲームやってる方とか、KOF とかやってる方とかって、しゃがみ強パンからキャンセルするよりも、弱パン、しゃがみ弱パンとか、さっきの遠距離弱パンからキャンセルした方がやりやすいって言うんですよ。なるほどね。結構チキンとか列車くんとかもそうだったんですけど、はいはいはい、なので、その辺ちょっとやり方、自分なりにやってみてください。はいはいはい、どっちもその当ててから、いわゆる気合入力で全然出ますから。みたいな感じです、ね、なるほどね、わかりましたわかりました。はい、あとさ、キムのさ最初の何でしたっけ、視聴客の話に戻るんですけど、はいはいはい、最初わかんない頃ってさっきのマイちゃんの大足キャンセル飛び道具とか、はい、あのテリーの大足キャンセルパワーウェーブとか、ああいう感じで固めたくなるじゃないですか、はい、であれキムにやんない方がいいですよ、あ踏まれる、はいはい、あのキャンセル飛び動画全部見てから踏めます。ほらあのこの世の全てのキャンセル飛び動画は踏めます。踏めるんで、あれ絶対やっちゃダメです。違う手考えてください。今ね、途中で怪しいと思ったから今切り替えたくない、そう違う手考えてくださいね。はいはいはい、今それがしくがパーゲター出すのすら俺には見えました。見えた、ずらしてもこいつと思って、そうこれをあのつい他のコンピューター戦とかの立ち回り思わずやっちゃっちゃうすると、もう一生踏まれて、はいはい、チーバンバンチーなんで、あの絶対にキムには足払いキャンセルパワーウェーブとか大足払いキャンセル烈風拳とかやらないようにね。ダメです、初心者講師でこれが基本ですとか言いつつ こいつに基本通じないんで、あの絶対ダメです、別の手考えてください。ですね、あ逆にパワーゲイザーとかだったら当たるんですか、まあ、あえてやったりとか、あるいは立ち台キック生で出す、でこっちも見てからやろうとしてるので生出さないと、あ出さねえんだってなってお互い読み合いになったりとか、うん、そうそう、そこ読み合いに持ってこいよ、あるいはダイヤシあえてガードさせてタイミングずらすとか、そうそうそう、とかあるいはもうダイヤシを出すもんだと思ってるから生でパワーゲイザー打っちゃうとか、あ生かよみたいな、あそれ熱いねそれ熱いね、ダイヤシノーキャンセルパワーウェーバーって感じで、ね、ありますねまあそういう感じでね、まあ、みんなであの、そうそうそう、どうやってキムを倒すかを考えていくと結構このゲーム面白くなるんですよ、そうですね、まあだからいても いなくてもいいんですけど、いたらいたでまあそういう要素もあるかなっていう感じかな、壁として結構楽しんで、そう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 、はい、殺したら気持ちいいじゃないですか、いやそうっすよね、結構あのほら世界大会レベルの連中キムとかやっつけるじゃん、はい、でもやってる方は結構やっぱ真剣なんだよね、もう大変ですよ本当に、もう一挙手一投足ちゃんともう確認して技を選んで出してるみたいな感じでね、あのキムは本当にあの技の出っていうかその移動速度とか何やってくるかすごい速いんですね、はいはいはい、どんどん状況が切り替わるんですよ、はいはい、なのでさっきあの焼却の対処の時にも説明したんですけども、はい、キムがどこで手を出してくるかっていうのを、うん、まあ、読みとか状況で判断してそこを突く必要があるんですね、あなるほど、だただキムにボコられるんでなくどこで技を出してくるか、そうちょっと自分の中でキャッシュで覚えておくとちょっとこう次は手を変えてみようかなみたいなのが見えてくる、本当そうなんですね、まあこれはあんまり初心者向けのまああれじゃないけど、まあまあ、キムだからそういう理論が出てくるんですけど、ね、そうですね、キム対策もちょっと込みで今話しちゃいましたけど、ね、今後ちょっとやってくれればなと思ってますけど、ね、そうですね、まあ、全キャラ終わったのでまた改めてキム対策ある程度知識がある前提でやったりするのも面白いかなと思います、はい、そうですね、 D3D 君とも話したんですけど、まあ一回全キャラこれで話しましたと、じゃあこの後はじゃあもう一段階上の、
キャラ隊とか、そういった攻略講習をね配信またやりたいと思ってますんでね、始まるまでどうか、皆さんご期待くださいということで。わかりました。そんな感じですかね。大丈夫ですかね。まあでもなんかあんまり理屈で言うとまた情報量多すぎるんで対戦した方が早いじゃんみたいなのもあるんで、その辺は僕らのミーティングして、ね、そうですね、できる限り分かりやすく教えたいと思います。もう本当もうキムもやることは簡単なんで ね、ひたすら削ってくる、そうですね、攻略パラしてくるだけなんで、このキャラは。じゃあアキラ、じゃあ最後に総括的な、はい、メッセージをお願いしたんですけど。そうですね、まあ結構全キャラ紹介して割とあれアキラ意外と強いじゃんと、キムやっぱり強いじゃないかこの野郎とかいろいろとこう思うところあると思うんですけども、はい、割とあの途中ね平さんもちょっと言ってましたけど、割と全キャラワンチャンある性能してるので、うん、そうですね、その辺をうまいことやっていければ、その強みを出せればいろいろ強いかなと、うん、そうだね、思います。実際僕らの大会動画でキムやっつけてるシーンはいくらでもアーカイブで見れるわけです。そうですね、まあ、それは新サムにもしっかり、シャルロットや右京だけ使ってりゃ優勝できるってもんでもないと思う、ね、そうですね。はい、じゃあその辺をどうやるか、今後ね皆さんこの動画のアーカイブを見て、考えていただければなと思いますけど、ね、はい、そんな感じです。はい、わかりました。はい、ということで長々4週間にわたり D3D 君アギラ誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ということでね、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ今後このフォーマットでねザンサムとかね、モエジャスとかわかんないですけど、ブリッジとかね、はい、いろいろ、初心者講習できるものは順次やっていければなと思ってますし、一度このやってしまえばまたキャラ対中級者対策と、ね、攻略とね、はい、またこちらも進化していけますんでね、次回の配信まだ未定ですけれどね、お楽しみにということで、じゃあひとまず、4週間本当にお疲れ様ありがとうございました。ガロスペア&シンサム初心者講習以上終了。ありがとうございました。ありがとうございました。